アメリカ橋のたもと。どうも、山川豊です。今日は山と川に恵まれたクス郡に行ってまいりました。クスクス萌え萌え頑張ってますよ、私も体はあって。今回大分遺産ツアー3回目クス郡の遺産を回りました。未来残したい大分遺産、今回クス郡にもたくさんありました。当初は2017年10月22日に行う予定でございましたが、台風で延期となりました。そして1週間後の今日開催となったんですが、今日も台風が来ました。ハリケーン、ハリケーン、ハリケーン、エベレイザとしゃぶり。さあ、開催されたのかどうでしょうかと申し上げたいんですけども、この動画を作っていることが開催されたんですね。けど、全部無事に開催されたんでしょうか。そこをお楽しみください。今回は、クス町は角群山、角群城と豊後森機関庫、そして円形ではございますが羽山切り株さんもご紹介をいたします。そして途中九重町給水系渓流の宿、渓流の味田辺さんでですね、美味しい山に料理をいただきました。そしてその後給水系九重町給水系夢大吊橋、そして最後に長者バル垂れ渡し付近と参りました。さあ、文化と自然の香る山と川、ぜひご覧ください。どうぞ。おはようございます。今日は大分県大分遺産検定クス郡の巻です。台風で一週間だったんですが、今日は快晴です。さあ、今日のお天気は甲子園も台風あるんかね、本当に。さあ、大分駅やってきました。天気が雨。国際クリスマスマラソンも先ほど中止になったという連絡が入るようです。本当、僕らすぐ本当行くんですかね。水はけも相当な雨です。とってもいいお庭で、何がいいかっていうと、ここに立つことで、やってきたところにあるのが旧来島市っていう。100名城に選ばれたこちら角群城、今日登ることができないんですけども、ちょっと日も出て大しい感じになってきました。そして古島公園ですね、結構日本のアンデルセン公園っていうね、どうはね、口で子供たちに、ね、こう伝えていったという。さあ、この古島さんの足跡、豊後森を語ります。
ということで1年ぶりに来ました豊後森観光、急遽寄ることになったんですけどもですね、このまま扇形の木観光、交通の歴史もしっかり、そして、戦争の後も残している戦績でもあるんですね。お手前のですね、この機関車は、福岡県志免町からですね、譲られたものというか、いただいたものです。ね、ちょうど1年前に、今日はないですけど、そこを今、レール、右機関車走りましたね。もう大の大人がですね、乗ってます。で、奥には切り株屋です。では、その1年前のですね、機関車、大の大人が機関車になった、大分県に乗った機関車の動画、どうぞ。豊後森を出ました。特急由布です。頑張れ由布院。九里本線。ありがとう雄大本線。ヤマメの学校は小此笑町にある。美味しそうですね。ヤマメったらヤマメ。いざ決戦の地へ乗り込みます。さあ一歩目今入りました。この景色今入りましたよ。何も見えません。こっちまあ普通でしたら右側の方にこう神道の滝っていう滝が見えるんですけども、今日何も本当見えません。逆にこれの方が今日楽かもしれないですね。この轟音、素晴らしい月景、神道の滝、見えません。今から
プリンの山田進です。どうも。何も見えない。いかがでしたでしょうか。雨風強くて霧、最後の最後旅が終わって晴れるという素晴らしい場面でございましたね。まあ、私も正直雨男でございます。さあこのクズですね、角群山、そして豊後森機関庫、そして給水系統湯別り橋、そして立原湿原、いずれも本当に素晴らしいというか、クズ群を代表する自然と文化の遺産でございます。そのまあ今注目もされている、まあ昔からあるけども最近注目をされている、もしくは吊り橋のように新しくできたけどもこうね今注目されている、そしてですねそれぞれに今注目を浴びているからこそそれを守っていく、次世代に伝えていく人もいらっしゃるんだと、その地元の方の努力をまず大事にしなきゃいけないなと、そしてまあ私どももですね、まあそれに協力をしたいなと、そういうことが大事ではないかなと思います。遺産そのもの、まあ遺産というとなんかね借金の犯罪みたいですけど、大切な宝物を未来にね残すにことは本当大切です。地域のシンボルにもなりますし誇りにもなります。それをまた伝えていく人、ね、立場のことも考える必要があるのかなと感じております。さあ今回の遺産で12個もありまして、あと10、ね、倍ぐらいありますけども、なんとか頑張って、まあ、回りたいですし、こういう形で、まあ、皆様にお伝えをしていきたいと思います。大分県面白いですよ、ぜひ来てください。以上、本当はプライベートは一緒ない山川豊さんのモノマネさせていただきました、高知でございます。それでは